に質問です。最初オープンじゃない。なんでオープンじゃないといけないんですか？オープンじゃないと、うんうんうん、今の、まあ、前は行きやすいかもしれないけど、ファー側に来た時に、こう、後ろに下がるような形になって、取りづらいし、あと中の状況が見えないので、まあ相手とぶつかるというか、中のスペースを把握できないかなと。自分がプレイできないスペースができてしまうんで、どうしても。今で言ったら、ボールの目の前の部分は、自分に向かって目の前の、ボールに関してはプレイができるかもしれないんですけど、自分より後ろ側、ね、ファー側に対して、どうしてもバックステップだったりとか、まあ、出れないっていう、ね、右足で巻いてゴールに向かってくるボールを予想されるので、ポジショニングの高さはどうなりますか？はい。もうちょっとファー側の、はいはいはい。このペナルティーエリアよりも、まあ、外側というか、そっち側にあって、まあそこら辺とか、まあもうちょっと前でもいいかもしれないけど、そこら辺にあって出したら、まあ相手はいないので、キャッチに行けなかったり、うん。まあ、敵や味方でごちゃごちゃ、するときとか、あと、ボールのスピードが速かったりするときに、まあ、パンチングで逃げる。お、なるほど。こう、こっちからボールが来るんでしょ、こう向いてって、こう弾かんといけんですよね。ってなると、やっぱどうしても難しい。で、こっち側にやっぱ人もいる、こっち側に人もおるんで、まあ、できないですよね。セカンドボール止めるためにすぐにポジションを。ああ。次、シュートストップが来るから、あ、シュートが来るかもしれないから、まずポジションを整えることが大事。もしも、その、思うようなエリアにパンチングできないっていうミスが起きたときは、その後ですね、シュートストップに二次攻撃に備えて、またポジショニングを修正する。まあ、パンチングっていうスキルを、まあ、上げるためには、まず、まあ、通常の、ドリルトレーニングが、まあ、必要になりますよね。やっぱり自信をつけるのはトレーニングしかないです。トレーニングしないと自信も何もつきません。で、トレーニングして自信つけて試合でトライするっていうのを、まあ、やっていくことが、一番の近道かなと思います。あと、パンチングでこう理想的に行く場所、方向っていうのは、そのボールが向かってくる状況とかによっても変わるので。あの、雨の日だからトレーニングじゃ中止しますっていうことは、ほぼないです。なので、雨の日にこうやって、レクチャーして、いろんなことを学ぶっていうことが、やっぱり非常に、君たちの成長をつなげる、早く成長するための一つの活動だと思ってるので、やっぱり、そこで、ゲームの理解、ゲーム戦術、ゲームスキルを上げるために、こういうところでしっかり、細かく分析して、自分に置き換えてやっていくってことが大事です。